怠惰と自己軽視、タイプ9における怠惰とは、自分がしていることに対して心が入らないということに関係していますと。彼らは通常の日常のことをする上では必ずしも怠惰ではないと。それどころか仕事経営、家庭の切り盛りで忙しいかもしれない。ただ彼らの怠惰っていうのは内面的なものであり、スピリチュアルな態度とも言えるもので、深く心を動かされたり、リアリティに影響されることを望まないと。活動的、自発的になって真に生きようと思わないのです。その結果、通常の段階のタイプ9でも人生のリアルさや脅威が減るように機械的に生きますと、いわば人生を安全な距離で生きるのですと。したがって怠惰とは自己想起や自覚における怠惰、タイプ9は自分自身や他者、世界とつながることにエネルギーを投入しない、はい、体やその本能と一体化することは直接に自分の生命の有限さを自覚することになります、そのため特定の心地よい内面状態に執着したり、自分を超えた何かに同一化しますと。生命が有限であるということの影響力の大きさを全てを被らないよう意識を拡散させるのです。世界の焦点がぼやけ、タイプ9はより安全であると感じますと。けれども豊かな活力や生命力が犠牲になるのですと。なんかね、体調ね、若干肉の匂いはするんですね、はいはい、なんて言うんだろう、その喋、り出すと、まあその仙人ぶったところ、はい、ごめんなさい口が悪くて、はい、を感じたりはするんですけど、貧乏性が止まらないごめんなさいねただ僕みたいに、はい、この僕はなんかやっぱ肉肉を言うんですよ、モテたい、あの金が欲しいみたいな、で、あのやればいいじゃんって僕が言われたら嫌なことを人に言うし、ダメなのは自覚してるんですけど、でもまあこれが人間だからしょうがないだろうぐらいは思ってるんですね。で最近ようやく、あ、こういう苦しみを抱えたまま生きるんだね、あのこれを楽してワープできる世界線はないんだねっていうのを48にして分かり、ちょっと楽になったところ。なのでまだこれから苦しみは続くと思ってるんですけど、うんうんって言いましたけど、今僕のこの苦しみってちょっとは同化できてます？あんまり、多分僕の苦しみはもっと現実的なものなんですよね。収入がない、今度の支払いどうしようか、家賃とかね、家賃とかっていうのが苦しみであって、はい、モテたいとかで悩まないですもん。いや僕も別にモテたいでは、まあこう認められたいとか、ああそうですそうです、うん、そういうのでは別に、その認められないことによって全く収入がないみたいなのだあればないけど、それって別にモテたいわけじゃなくて収入が欲しいって話なんで、生きていくっていうことが一番最優先なんですよ。そのためのお金とかご飯とか、はいはい、そういったものが必要、うんうん、っていう意味で言うと、なんかその、まあ、2種類いるのかな、タイプ9でも、はいはい、いやなんか本当に有利してニコニコな感じもいるじゃないですか、はいはい、グループの中にはいつもいるが、ニコニコと、なんかやろいいよっていう人、な雰囲気はあまりないですよね。そこは健全度の問題ですか？もうそれは分かんないですけどね、ウィングの問題かもしれないし、はい、まあ、健全度の問題かもしれないし、はい、まあ停滞することは分かってるんですよ、旧の人。そしたらまあ進むしかないじゃないですかっていう感覚は分かります。その仕事を辞められた時、はいはい、独り立ちした時、うんうん、っていうのは停滞を感じた、いや成功ですよ成功したいですよ。それは何か影響があった、外からの影響があったというか、多分自分のやりたいことをやりたいようにやりたいは体の声を聞いた感じですか？聞いてないですなんかそれエニアグラムで説明できるのかどうかわかんないですけど、はい、なんかまあ自分でやりたい、自立したい、自分で全てをコントロールしたい、支配したい、Q じゃないでもガッツセンターはそこですもんね、はい、はい、影響されたくないわ、うん、8月じゃない、お父様成分が、はい、かもしれない、 Q じゃないかもしれない、 Q、 まあでも言ってることは Q なんですよね。そうですね、うん、休眠を感じます、はいはい、なんかウィング8かも、はい、あでタイプ9は、うん、スピリチュアルな探求者であるかもしれないのに、往々にして存在することとは逆のことをしながら内面の作業による感情面心理面の恩恵を得ようとします。
彼らは眠りに入り、本当に感じていることを麻痺させてリアリティを無視しているのに、その中で楽に機能できると思っている。皮肉なことにタイプ Q は自分と世界との融合を求めているが、単に代用の平和、麻痺や分離という偽りの平和を達成することで終わってしまいます。それほど希薄な平和であるため、あらゆるものにかき乱されます。で、全ての自我のシナリオ同様、失敗する運命なのですと、うん、このなぜなんでしょうね、この一歩その影響されたくない、はい、っていうところに出られたのは、うん、まあ、今聞いてくださってる多くのタイプ Q の方への福音となればいいんですけど、まあ、影響されたくないっていうのは多分ずっとありますよ、子供の時から。それは入ってくるタイプ8が一番近くにいたから、はい、それもあるかもしれない。8の影響から逃れる、はい、影響を受けずに自分でやりたいことをやりたいっていうのがずっとあったみたいな。そのやりたいことをやってた、いや野球やってた、やりたいからやったわけじゃない、じゃなくてやれですよね。ああ、なるほど、うん、無理やりなので、無理やりやらされてるんで、ね、野球が嫌いになったぐらい。その他の子供の頃やってたのものも、うん、結構そんな感じですか、はい、全部大体そうですよ。ああ、なんか自分でやりたいとか欲しいとかっていうのもなく、なくっていうか、まあ遊びではありますよ。はいはいはい、はい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 、ありますけど、はい、なんか夏休みとかになると、はい、遊びに行くぞって言って、自分の行きたいところじゃないところにお父様のニーズにそう いろんなところには連れてってもらいましたけど、はい、遊びに行くぞって全部親父の趣味みたいな部分があります。そういう意識はあるんですかねそういうのはあるので、多分自分のやりたいことをやりたいみたいな欲求は強い気はします。はい、もしか今タイプ Q だって自覚されてて、はい、辛いんだとすると、その周りの平和をかき乱さないために、うん、自分のニーズを無視してる可能性はありますよね、うんうんうん、タイプ Q の方は、うんうん、いや、やりたいことあるって分かってるのに、分かってて、だからその時なんかもう完全に合わせてるじゃないですか、はい、逆らえない、うん、怖い怖い蜂の親父ですからね、はい、逆らえないんで、自分のニーズは押し殺して全部遊びに行くぞって言ったら全部楽しまなきゃいけない、はい、合わせてっていうところはやっぱり僕はね、うん、見ていてイライラするんですよね、多分、うんうん、でもこう言うと、多分もっと小さい頃は言ってたんですよ。うん、ああ、うん、言うとああってなるじゃないですか。まあそれは家庭環境だけじゃなく、うん、学校とか会社とかでも、あ、学校とかもおそらくそうですよね。そう、なんか学校とかも自由にやってたら、はいはい、なんかこんな子は見たことないって言われたって、なんかあの授業参加家庭訪問、はい、かなんか言われて、はい、それから親父がまた厳しくなるっていうああ、はいはい、社会のルールの中にがっちり入れ込もうとするわけ、うんうん、入れ込もうとするわけですね、うんうん、でタイプ Q がストレスに反応するとタイプ6に行くと、うん、タイプ Q は自分自身の選択や欲求を軽視し、内なる聖地に退却することによってストレスに対抗しようとしますと、うん、こうした対処では不安を抑えるのに十分でない場合、タイプ Q はタイプ6に向かいますと、さらなる安全や安定を与えてくれるはずの考えや人間関係に欠けるのですと。タイプ Q は心配や不安が浮上してくると仕事やプロジェクトに集中すると、うん、しばらく物事を放っておいた後で急に慌ててプレッシャーの下で全てに対処しようとするのですと。また同時に人からの欲求に極めて反応しやすく、受動的攻撃、これは暗黙の抵抗ですね、を示し防衛的になると。彼らの肯定的な人生哲学はこの、まあ、逃げてというやつですね。それは砕け、これまで抑えてきた疑いや悲観主義をあらわにしますと。また、ストレス下のタイプ Q はタイプ6のように他人のことや自分の運命について長く隠してきた不平を持ち出すかもしれない。それらを発散することは一時的にストレスを下げるが、その効果は長続きしませんと。なぜなら自分自身の不幸のルーツに折り合いをつけていないのですと。極端なストレス下においてはシージメンタリティ、なんでしょうね、このシージメンタリティっていうのは、敵に包囲されていて身を守らなければいけないという圧迫感や脅迫観念とありますね。シージメンタリティを発達させる。で、この妄想的な疑いが責任転嫁による人への非難や挑発的反応にエスカレートしかねないと、なんで怒りの爆発や癇癪を起こすタイプ Q は周りから見るとビビることになると、
急にそうなるんでしょうね。まあほぼ怒らないって言いますからね、怒らない人が突然怒るみたいな、はい、僕はなんでそういう風になるよってなるので聞いてるので、うん、しないようにと思って行動してます。そうならないですよ。いやいや、油断は禁物です。なので、うん、このタイプ Q の人がいつもの違う感覚、はい、何かに圧迫されてるっていう感じがしたんだとしたら、うん、それは健全度が落ちてるっていう証拠ですね、うんうんうん、ただまあそれは気づきでもある。何かあなたは逃げていないかいと、うん、自分のニーズを無視していないかいっていう気づきになるっていうことですね、うんうん、でタイプ Q の統合の道としてはタイプ3に行くと、うん、タイプ Q は健全なタイプ3のように自分自身の本格的価値を認めると学んで自己を実現し健全さを保つ、目立たない人という社会的役割を克服するんですと、うん、そして自分は時間やエネルギーをかけるに値すると認める、うんうん、で自分を成長させることに取り組み世の中に出て自分が何を提供できるかを人に知らせますと、うん、自己実現に向けての彼らの最大の障害は惰性に向かう傾向性ですと、うん、統合しつつあるタイプ Q は自分自身のために良いことをしようとするたびだるさや眠たさに遭遇することでしょうと、うん、だが統合進むにつれエネルギーや存在感が増してくることでしょうと、自分の人生の大半において目立たないと思っていたタイプ Q は統合の過程において人が自分の言うことをただ聞いてくれるのではなく、うん、人が積極的に僕のことを求めてくる、うん、っていうことに驚かされますと、うん、で自分自身の価値を認めるにつれ人からももっと評価されるようになる、うん、で自らの本能を取り戻すにつれ人にもエネルギーを与えるようになるのですと、したがって統合しつつあるタイプ Q が自らの生来の価値を発見するにつれて、うん、他の人からそれに見合った反応が帰ってくるのが分かり驚き喜びに変わると、うん、そういうスパイラルが生まれるっていうことですね、うん、統合しつつあるタイプ Q はまたアイデンティティの源である、うん、自らのハートとつながる、うん、そしてシンプルな確かさで自分を表現する、うん、でそれは心打たれるものとなり得る、うん、彼らは必要に応じて自己主張もできる、うん、自己主張と攻撃性は違うものだと分かっているのですと、うん、で実現に対する抵抗が減りより柔軟になり状況に適応しますと、もちろんタイプ Q にとっての統合は通常の段階のタイプ3の資質を模倣することではない、うん、駆り立てられ競争心が強くなり自分のイメージを意識しても真の自尊心を確立する助けにはならないでしょうと、うん、なんてことが、うん、なるほどなんで隊長はこの働かされるこのループ楽じゃないですか。頭で考えなくていいもん。それが楽じゃないです。ライドする。うん、何が楽じゃなかった？やらされるのは、やりたくないことができない。でもご飯が食べられないかもしれないじゃないですか。やりたいことがやりたいんですよ。食べられますもん。その時にやりたいことどう発見した感じですか？何がやりたいとかっていうのは。まずこう独立したい。なんで独立したいと思いました？働きたくない。働かされたくない。でもそこにはご飯が食べられなくなるかもしれないっていうのがあるじゃないですか。ないですよ。なんとかなりますもん。そうするともっと嫌な仕事をやらされるかもしれないじゃないですか。自分の決断でやるのはいいんですよ。あ、自分の決断のもと辛い仕事をやるのは問題ない。はいはい。けどなんか人の指示で辛い仕事をやらされるのは嫌なんですよ、はい、支配コントロールされたくない。蜂みたいなことを言ってますけどね。そうですね、はい、この辺は何なんでしょうね、はい、でも要はそこで自分のニーズを満たしたっていうことですね。ニーズを満たした、うん、っていうのはあります。あ、まあなんかできるかなっていう思いもあった。もともとこう働いてて、はい、某企業で働いてて、はい、エンジニアとして、はい、でその時に知り合いが起業する、はい、で一緒に起業しようよ、はい、でこう一緒にこうやったわけじゃないですか、はい、でその起業していく中で、はい、あ、これなら俺もいけるかもしれない、はい、っていうのを思ったっていうのはあるかもしれないですけどね。別にそんなに大したことはない、まあ、大したことなくはないかもしれない。今聞いていて思ったのは、はいはい、一旦誰かにライドして動くっていうのはやっぱりありなのかもしれないですね。あ、だからそのきっかけがなかったらずっとそこの企業で働いてたかもしれない今も。あなたとしてやっぱりこのきっかけ、うん、
って何で生まれるかっていうと、やっぱり動かないと何も取っかかりが生まれないじゃないですか、うん、はいはいはい、その要はタイプ Q は、うん、あの自分のルーチンだ、決まった時間、うん、でこれをやるこれをやる、うん、何かイレギュラーがないと、うん、なんか取っかかり、はいはい、きっかけ、うん、縁って出ないと思うんですね、うん、この辺はどういう、あ、だからそう、だから、まあ、僕がそうなったのはそこがきっかけなのかな。でそこで一緒に起業して、はい、でこれだったら自分もできるかもしれないみたいな思いができて、はい、だからサラリーマンだったら自信がなかったかもしれないじゃないですか、はい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 、でその一緒に会った人はもう先にちょっと一緒に起業してて、はい、もう結構稼いでてみたいな、うん、っていう状況にこう乗っかったわけですよ、はい、だったのでこうそれがなかったらずっと回ってたかもしれない、そこで。なるほど、うん、